さあ続いては情熱先生のコーナーです。前回は年中行事についてをテーマにお話をしてくれた情熱先生ですが、今回はどんなお話をしてくれるのでしょうか。情熱先生から動画が届いています。それではどうぞ。皆さんこんにちは。情熱先生の今月の授業の時間だよ。今月のテーマは学校の備蓄庫です。日本は地震による災害が多いけど、最近は大雨による災害も増えているね。特に夏や秋は台風や線状降水帯の影響により大雨が降り続き、河川の氾濫や土砂災害が起きることもあるね。この表を見てください。警戒レベル4、危険な場所から全員避難という指示が出る土砂災害警戒情報や、レベル5、命の危険があるため直ちに安全確保するよう求められる大雨特別警報が出ることもあるね。いつどこで大雨による災害が起こるかわからないので、いざという時の行動を考えておく必要があるよ。警戒レベル5の時に出される大雨特別警報は最大級の警戒を呼びかけるものです。直ちに避難所に避難したり、避難が困難な場合は自宅で垂直避難をしたりすることが求められます。垂直避難とは、1階にいるのではなく2階や3階に避難をすることを言います。大雨が降って大雨特別警報が出てから、困ったな、どうしたらいいかな、避難所はどこかなと悩んでもどうにもなりません。普段から災害に備えて避難所を知っておく必要があります。多くの場合は地域の学校が避難所になっていることがあります。他にも公民館など市町村の施設が避難所になっています。ぜひ確かめてみましょう。今月のテーマは学校の備蓄庫としましたので、学校が避難所になっている場合のことを紹介します。学校が避難所になっているところは、校内の一部屋が備蓄庫となっています。備蓄庫の中を覗いてみると、たくさんの物資が段ボールに入って保管されています。きっと子どもたちは気づいていないと思いますが、こんなにたくさんの物資が保管されているのです。たくさんの段ボールの中には食料や寝袋、毛布やストーブ、おむつや簡易トイレなどが入っています。地震や台風の被害で学校に避難してくる人たちのために備蓄庫にたくさんの備蓄品を備えています。学校に備蓄品があるなら自分で用意しておかなくても大丈夫。災害が起きても学校に避難すれば安心だねと思う人がいるかもしれませんが、残念ながら水や食料は全員分十分な量があるわけではありません。避難してくる人の数にもよりますが、大雨特別警報が出るレベルだとほとんどの人が避難してくると考えられます。情熱先生の学校には、例えば毛布は100枚、お米は300袋保管されています。でも100人が避難してくることを考えると、毛布は1枚ずつ当たりますが、お米は3食分、つまり、1人1日分しかないことになります。
1日や2日経って国や自衛隊などの支援部隊が助けに来てくれればいいですが、道路が土砂崩れで寸断されたり橋が崩落していたりすると支援物資が届くまで日数がかかってしまうことになります。それまでは学校の備蓄庫のものでしのがなくてはならないことになります。学校の備蓄庫に置いてあるものはお年寄りや子供連れの人のようにお家から持ってくることが難しい人のために1日から2日使える分を置いています。ですので家の備蓄品を持って避難できる人はぜひそうしてほしいと思います。学校は地域の防災を担う大切な場所になっています。でも避難する人数や日数は予想できません。災害の状況にもよります。ですから日頃から自分たちの防災グッズを用意しておくことが大切になります。この写真は学校の備蓄庫の写真です。狭い部屋ですがびっしり段ボール箱が積まれています。役所の人と学校の教頭先生が確認しています。食べ物など備蓄品には使用期限があるものがありますので期限が切れたら入れ替えています。災害はいつ起こるか分かりません。自宅でも備蓄品や防災グッズの用意をしておきましょう。災害によっては避難所まで行けないこともあるかもしれません。その場合は自宅で待機することになります。皆さんが安心して暮らせることを願っています。情熱先生の今月の授業はこれで終わりです。今回は学校の備蓄庫を取り上げて防災について考えるきっかけになればと思い作成しました。暑い夏になり雨が降る日も多くなりますが、皆さん災害に気をつけて過ごしていきましょう。ではまた次回よろしくお願いします。情熱先生ありがとうございました。普段からの備えが大切なんですね。私も見直そうと思います。勉強になりました。それでは次回の情熱先生のコーナーもお楽しみに。